竹山城は、現行2年に、楠木正重が築城した、南河内の日本の城、大阪府団田林市彼方の竹山山頂にあった。中腹に、流泉寺があることから、流泉寺城とも呼ばれる。楠木七条の一つ。上赤坂城、下、赤坂城八千早城の正面入り口にあたり、峰続きの南西には、根大寺城が、さらに南西には、 えぼし形状があった。現在は、城のあったあたりに、漢東の宿とんだ林がある。城石の否定地では、漢東の宿の建設に伴い1983年度に発掘調査が実施されたが、城の遺構と同時期の遺物は見つかっていない。漢東の宿の西側にも城域が広がっていた、可能性があるが、調査が行われておらず詳細は不明である。北側には、 戦場実機という小字名の緩やかな傾斜地があり、畠山が連平城としていたという伝承が残る。戦国時代前期は、山岳寺院を城郭として利用していた事例が多く、あり、竹山城においても、龍泉寺を城郭の中心としていたと想定されている。文献での記載は、多門院日記にある栄章4年に、畠山義秀が竹山城に寄ったとする記述が最後であり、 戦国時代末期まで城が機能していたと判断する、材料は乏しいとする。南北朝時代では、南朝方のサビ氏が首相となって、防衛に当たっていたが、延元2年、県務4年、北朝方の細川剣士の攻撃により激戦の末、陥落した。その後、南朝方が奪還して、楠木正則、和田正武の軍が1000人ほどいたが、昌平15年、 塩分5年に、北朝方の細川清氏、赤松のりによって落とされた。以後は、河内守護畠山氏の史上となる。室町時代中期になると、畠山氏に、お家騒動が発生。畠山正長に、加徳や河内、木、越中、山城の守護職を奪われた上に、千葉津の臨時まで出され、朝敵にされた、畠山義成が潮六四年十二月。 牢城を開始する。ここに、応仁の乱の前哨戦とも言える竹山城の戦いが開始され、2年以上も、細川勝本山さ永を中心とする、幕府軍を散々悩ませたが、干渉4年4月15日、上新院、三信のの計略によって、竹山城は陥落した。吉成はひとまず、高野山に逃れ、金を経て、最終的に吉野に落ち延びた。 永正五年には、吉成の孫の吉秀は、細川勝元の孫の住本と合戦となり、竹山城に立てこもった。しかし、住本の家臣である赤沢長常に攻め落とされて落城。吉秀は城を捨てて逃亡した。城はこの後の畠山氏の没落と共に廃城になった。ありがとうございます。